皆さんこんにちは、ミカです。前回はですね、コンテナタイプのジェルをきれいに塗るコツというのを紹介しました。そちらの動画のリンク、今日の動画の詳細部分におすすめ動画、関連動画という風に載せていますので、まだ見ていないという人は合わせてみてください。で、今日はコンテナタイプではなくてボトルタイプのジェルで綺麗に塗る方法を紹介します。ボトルタイプというのはですね、こういう風にマニキュアのような形になっていて、もうすでにこのボトル自体にこういうブラシがついているものです。はい。で、セルフネイル初心者の方はこちらの方が個人的にはおすすめです。すごくやっぱり最初にジェルネイルブラシを使って細かいことをするというのは難しいし、左手でするってなると、まあプロの方でもなかなか難しいので、自分にするんだったらボトルタイプがおすすめです。今日はそんなボトルタイプで、ベースからトップ、カラーをしてトップまで仕上げていきます。で、前回のコンテナタイプで綺麗に塗る方法はオフが簡単にできるという体で進めました。オフが簡単にできるバージョンで、今日は取れにくいジェルを使ってやっていきたいと思います。前に今日使用するものを先に紹介します。プレプライマーと、はい、こちらフェティシアノンサンディングベースジェルというのを使います。サンディングという爪の表面を、一般的にはこういった目の粗いファイルを使ってこう傷つけて爪の繊維をこう立ち上がらせるようにして、こうジェルと絡めてしっかりくっつくようにしていきます。で、それはまあ手間もかかりますし、地爪も薄くなって削りすぎたりとかして本当に爪が弱ってしまいます。あと綺麗に削れていないと逆に剥がれやすくなったりしてしまいますので、初心者の方はもう断然ノンサンディングベースが、取れにくいジェルをするためにはおすすめです。そしてカラージェルは、今日はこちらレティシアカラージェルのローシェンナというカラーを使っていきます。ミルクチョコレートのような色なんですけども、こんな感じで私が今小指に塗っているような色ですね。これを使います。で、ちなみにこちらのレティシアカラージェルはほんのりローズの香りがします。なのでこう近くで匂ってもらうと全然ジェルが臭くないです。結構ね、刺激臭でジェルってこう匂いがきつくて酔ってしまうと思うんですけども、レティシアのは割とどれも刺激臭を少なめにして、カラージェルはローズの香りをプラスしていますので、お家の中とかでもやりやすいようなジェルネイルシリーズになっています。トップジェルはレティシアのノンワイプトップジェルを使っていきます。前回のコンテナタイプの時はこちらのプリジェルさんのトップジェルを使用しました。で、こちらは、未硬化ジェルが残るので、最後にジェルクリーナーというのを使って未硬化ジェルを拭き取りました。で、今日使用するのはノンワイプトップジェルなので、最後の未硬化ジェルを拭き取るという作業が必要ないです。もう塗ってライトで硬化したらもう完成。結構ね、最初ジェルをやり始めてすぐの方はトップジェルを塗った後未硬化ジェルで拭き取ると、こうなんていうんですかね、ちょっと曇った感じになってしまうっていう方多いです。で、そういう方は、ノンワイプトップジェルおすすめです。もうツヤっと綺麗に誰でも仕上がることができるので、はい。あとはエフェクトパウダーとかミラーネイルもそうですし、パウダー類というのをアートで使う時もノンワイプトップジェルが必要になってきますので、まあ持っていて損はないかなという感じです。はい。ということで、この3つのジェルですね、これを使います。こちらは、爪の表面ですね。爪の表面の、デコボコとかは綺麗に、スポンジファイルで削ってあります。まずはプレプライマーを使って地爪の油分と水分をしっかり除去していきます。前も言いましたが、地爪に油分や水分が残っているとジェルが弾いたようになってしまって綺麗に塗れなかったり、剥がれやすくなって浮いてきて、そこから、水分が入ってグリーンネイルになったりしますので、プレプライマーは必ずしましょう。ということで、プレプライマーを塗っていきます。この工程ものすごく大切なので必ず行ってください。で、プレプライマーとプライマーの違いをよく聞かれるんですけども、プレプライマーは油分と水分を除去します。プライマーはどちらかというと少し、地爪を溶かすようなイメージです。で、プライマーの方がプレプライマーよりも、きついので、
爪がちょっと傷んでしまいます。その分ジェルはしっかりとくっついてくれるんですが、プライマーばっかり使ってると地爪がどんどんボロボロになってしまいますので、こうどうしてもこの指だけは毎回浮いてくるというところとか、絶対この先端から浮いてくるとかいう部分的にプライマーを使う方がいいかなと思います。で、そうこうしていたらプレプライマーがしっかり乾きました。ではベースジェル塗っていきます。まずベースジェルしっかりこうやってつけたら、ブラシの半分だけこう縁でこそぎ取る感じ、半分だけ乗ってるような感じです。このぐらいの量を使っていきます。カラーもトップも基本的にこういう取り方をします。真ん中に置いて、そこからグッと根元近くまでギリギリまで押していきます。そして先端に向かって引っ張る。根元真ん中に置いたら根元ギリギリまで攻めて、サイドを通って先端に引っ張っていくって感じです。真ん中に置いたらグッと根元まで持っていって、横を通って先端です。真ん中、根元、横を通って先端、真ん中、根元、横を通って先端。では最後に、もうこの根元から真ん中に置かずに、根元から先端に向かって優しく撫でます。で、全体を均一な厚さにして、余分なジェルというのも拭い取るような感じでこうやって取っていきます。はい、こんな感じで、筆に少しだけジェルをつけます。少しだけつけて、この先端のエッジのところ、角の部分にもちょっと塗ります。はい、あまり裏にくっつきすぎないように気をつけてください。こんな感じです。で、ちょっとセルフレベリングで全体がこう綺麗に馴染むのを待ったら、ライトで硬化します。はい、硬化できました。で、コンテナタイプと私は塗り方を分けている理由としましては、特にレティシアのブラシがそうなんですけど、ちょっと100均のだとかなり形が短いのでちょっと違うんですけど、ブラシが結構長くてとても柔らかいです。なので、あの真ん中からちょっとずつこう伸ばして広げたりとかしなくても、こう置いたらそのまま根元に行って最後までスーッと引くっていうので綺麗に塗れるので、もう時短も含めてそういう塗り方をしています。はい、ではカラーリングしていきます。カラー最初はこうやって取ったら、もう1回ぐらい取って、3回ぐらいかな、こうやってこう取って、ちょっと少なめに取ります。真ん中に置いて、次は先端に伸ばしてください。で、次真ん中に置いたら、さっきと同じようにぐーっと根元近くまでギリギリまで攻めて、ちょっと横に広がりながら先端に行く感じです。同じように真ん中から先端に行くで、どん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 ここからジェルが降りてきますので、また2回目はしっかりとこうブラシにジェルがついていないようにして、はい、先ほど塗っていたジェルを動かすように真ん中からこう根元ギリギリまで行って、そこからこのサイドを通って先端ですね。で、最後真ん中から普通にこうやって鳴らすような感じです。もう細かいベースのところは塗ったので、あとは表面を撫でるように整えていくという感じです。で、この横もっと攻めたいなと思った場合は、もう少しこうやってギリギリまで攻めていきます。ジェルネイルブラシを使った場合はこうやって立ててチュンチュンチュンってしていったんですけども、ボトルタイプについているブラシを使う場合はもうとても柔らかくて筆も長いので、横ですね、こうサイドを使って塗っていくようにします。で、綺麗に塗るポイントはこの筆の角のところ、ここの角のところをしっかり見ながら周りにつかないように塗っていくと綺麗に塗れます。で、ちょっと今ぶつかってしまって、ここにちょっとジェルがつきました。で、こういう風にジェルがついた時はウッドスティックというものがあります。それを使ってこうグッと取り除いてください。ではライトで硬化します。はい、ではもう一度塗っていきます。今度はね、結構ジェル少なめで大丈夫です。で、少なめにとって少しこうこの筆自体のジェルが馴染むのを待ったら、同じように
真ん中、先端で真ん中、根元ギリギリで、この時、前も説明しましたが、根元は筆を少し立てる、こう立てる感じ、こうやってちょっと見えるかな、こう立てていく感じですね。でだんだん寝かせていくっていう時に、筆を横から見たら立てて寝かせて下ろしてってすると結構大変なので、こう爪自体をこっちは動かすのではなくて、爪自体の角度をこう変えてあげる。これが今まっすぐだったこういう状態で、爪を曲げると角度が広がりました。で真ん中に来た時にちょっと伸ばしたら平行で、先端に来た時に上げるとこう降りていく感じになります。そういう風にこうギリギリに来た時、ちょっとこう先端を押すようにして、ちょっと角度を急にして、でこう横で真ん中ら辺に来たら寝かして、先端ちょっと上げる感じ、根元は立てて横平行の先端ちょっと上げるっていう風にすると、根元や先端がこう横から見た時にこう急に分厚くなったりとかせずに綺麗に塗れます。ここがね、綺麗にこうキュッと入っている感じになってます。で薄くちょっとだけ筆につけて、このエッジの部分もカラーリングしていきます。このぐらいですね、裏から見たら。ではライトで硬化します。はい、これでカラーリング完成です。では次にトップジェルを塗っていきます。でこちら前回のコンテナと同じように、先にちょっと足りない部分を補います。これ横から見た時に、こっちはちょっとこの爪はだいぶマシです、マシですね。あんまり足さなくていいかも。あ、これは大丈夫でした。前の動画を見てもらうと分かるんですけど、その爪によってちょっとこう反り爪だったり、ちょっとへこんでるとこがあったりする人は、一旦そこをこう埋めるようにして、でライトで硬化して平らにしてから最後もう一回トップを塗るっていう風に私はします。でこの爪は大丈夫そうなので、このまま塗ります。ベースの最初の時と同じぐらいの量を取ったら、今度はベースと同じ塗り方、真ん中からギリギリまで行って、で横ギリギリまで行って、先端でちょっとエッジかぶせる。でなので、でどんどん降りてきますので、ちょっとブラシのについたジェルを取ったら、またキューティクルギリギリまで行って、で横サイドをギリギリを通って先端で、最後またブラシについたジェルを取ったら、ちょっとねこうつきすぎているジェルをこうな滑らかにしていくようなイメージで綺麗に整えます。ではちょっとセルフレベリングするのを待って、セルフレベリングっていうのはジェル同士がこう綺麗に馴染むのを待ちます。はい、ではライトで硬化します。でもしライトに指を入れて熱いと感じた場合は、ライトから離してゆっくりと遠くから光を当てて、こうだんだん近づいていく感じで、無理をせずに固めていってください。はい、ということで固まりました。で最初にも言いましたが、ノンワイプトップなので、今こうやって触ってももうベタつかないですね。しっかりと硬化されていて未硬化ジェルがないです。はい、はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちなみに今しているネイルがこちら、こちらのネイルの写真はインスタグラムにアップしています。それぞれどこの何のカラーを使ったかというのも載せておきますので、インスタグラムチェックしてください。はい、ということで、今日はボトルタイプで綺麗に塗るコツ、私流のやり方というのを紹介しました。で、今日はさらにジェルが取れにくいというのをね、こうちょっとテーマでやっていました。で前は、こういったコンテナタイプというジェルを使って、その持ち重視ではなくてオフが簡単にできるというのを重視でやり方、ジェルも選んでやっています。少しでも参考になれば嬉しいです。今日動画の中で使用したアイテムはこの動画の詳細部分にリンクを載せておきます。そして前回の動画は今日の関連動画、おすすめ動画というところにリンク載せておくので、また見ていないという人チェックしてください。
で、合わせてですね、マニキュアで綺麗に塗るコツという動画も結構古い動画にはなりますが過去に上がっています。そちらのリンクも載せておきます。では皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もし今日の動画良かったよとか、見て楽しかった、参考になったと思ってくださったら、ぜひグッドボタンや友達にシェアなどしてみてください。そしてこのチャンネルでは、今日みたいにいろんなネイルのやり方とかネイルデザインの紹介とかもやっています。なのでネイルのことに興味があるという人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また今喋っている私ですねのセカンドチャンネルというのがあります。そちらの方ではネイルではなくてメイクだったり、カップルチャンネルみたいな感じなんですけども、ちょっと顔出ししていろんなことに挑戦したり Vlog したりとかもアップしていますので、セカンドチャンネルの方ももし興味があればチェックしてください。では皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。The slow day, the calm, and the night will unfold. I never thought that I would be traveling this road. And people keep missing, the clouds seem to fade. And every occasion I whisper your name.I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. In my little world, you are both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? As beautifulJust don't know how far in this world I'll be right by